はい、おはようございます。おはようございます。ガッテムさん、太陽さん、あやこさん、カズさん、おはようございます。モーカさん、おはようございます。アンディビさん、それからディーゴさん、アタチさん、おはようございます。今日はですね、雨が降ってます。台風の影響で、雨が降ってですね、残念ですけど室内で、放送します。ルルさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。いつも夜とは違う、アングルでですね、夜と同じですとちょっとですね、飽きてしまいますので、少し違うアングルで。はい、納豆さん、おはようございます。恵みの雨、そうですね、自然現象、自然現象には2つの意味があると思います。神様の恵みをのための自然現象でもあるし、また私たちが悔い改めるための自然現象でもあります。ごまちゃん、おはようございます。来週の水曜日は、ヨムキプールという話を昨夜しました。ヨムキプールは救いの日です。あやぽさん、おはようございます。敬虚の日です。ヨムキプールはその私たち人間にとって一番大事な日、一番大事な日、そのイエス様の再臨によって集められる敬虚の日ですね。敬虚の日です。ですから私たちはその敬虚に向かって、私たちの信仰をしっかりと持って、いつも神様に対してへりくだった心、傲慢な心ではなく、正しい心と言ったらいいでしょうか。罪というのは神様に対して正しくない心、敵対する心、従わない心、それが罪ですよね。おいさん、おはようございます。そういう私たちは根本的に神様に対して罪があるということをまず認識する必要があります。その神様はそれを教えるためにいろんな社会問題を提示しています。ニュースを見るといろいろなスキャンダルがたくさんあります。いろいろなその暴力、暴言、そして虐待、いじめ、汚職、さまざまなニュースがあります。どうしてニュースにそんなにいろんな事件がそのニュースで出るんでしょうか。それは神様が人間には罪があるよ、罪があるから犯罪があり、罪があるから暴力があり、罪があるから汚職があるよ。神様は人類に対していろいろなニュースを通して罪を示しているのです。そして神様はその罪に対してその裁く時が来ます。それが復讐の日、主の日です。それはイエス様の再臨の時だと思います。イエス様の再臨の時、それは私たちの罪が裁かれてしまう時なんです。ですから私たちはそれまでに私たちは一人でも多くの人が悔い改めて神様に立ち返るということを告げ知らせる必要があるんです。
伝道というのはそういうことです。伝道というのはもうすぐ、神様が人間の罪を、裁く時が来る、裁きに来る、救いにも来ますが裁きにも来る、そのことを私たちは警告する必要があります。ヒットさん、ハレリア、メイチャさん、悔いもしないし改めもしない人がいます。そのような人に悔い改めてもらうにはどうしたらいいのでしょうか。メイチャさん、とてもいい質問です。私たちは、悔い改めない人たちに対して忍耐を持たなければなりません。怒ってはいけません。裁いてはいけません。責めてはいけません。イエス様は、罪人に対して十字架にかかって死んでくださいました。同じように私たちも、悪い人に対して許して、そして神の愛で接して、神の愛で接して、少しでも悔い改める機会を設けることなんです。カズさん、神様はイエス・キリストに似せて作られました。私たちはイエス・キリストが苦しみを乗り越えたように、私たちも同じ苦しみがあるのは当たり前です。その時神様に祈れば許され、救われます。そうです。私たちは神様に似せて作られたんです。ですから私たちはイエス様を模範として、イエス様のような、あり方、振る舞い、イエス様と同じように生きること、それが神様の御心です。悔い改めとは何でしょうか。悔い改めとは何でしょうか。いろんな表現があります。では皆さん、天国大学テスト、しばらくぶりです。天国大学テスト、悔い改めとはどういう意味か、悔い改めとはどういう意味か、はい、皆さんの知ってる、その学んだことを通して皆さんの言葉で答えてください。テストスタート、テストスタート。お仕置き、いや、悔い改めっていうのは人間側がすることですね。めいちゃさん、反省して行いを改めなさいということでしょうか。そうですね、反省ということがありますね。反省というのは自分の言動をもう一回こう考える、自分の言動を考えるということですね。行いを改める、つまり、その悪いことをやめる、悪いことをやめるという部分があります。自分の罪を認識、反省し、イエス様に許していただけるように祈ること。アメン。そうです。まず罪を認識しなければなりません。多くの人は自分の罪が認識できないのです。まあ、しようとしないというか、わからないというか、なぜ悪いのだ、なぜそれが悪いのか、自分のしたことがなぜ悪いのか、まずそれがわからないと、その悔い改めることができませんね。まあ、どうしたら自分の罪がわかるか、その罪かどうかの基準は、律法ですね。律法というのは、神様の、基準、法律と言ったらいいでしょうか。まあ、法律があるから違反が分かるわけです。法律がなければ違反かどうか分かりません。アンジェさん、昨日は一日中悔い改めました。アメン。法律があるから違反が分かります。法律に照らして罪かどうかが分かります。私たちは、
立法によって私たちが罪があるかがあるかどうかが分かります。ユウさん、イエス様に罪を許してもらい、その罪のようなことをやめることです。その自分の罪というものを一番、分かりやすく、分かりやすいのはですね、比べることですよね。比べること。イエス様は罪のない方です。イエス様は全く罪のない方です。つまりイエス様と自分を比べることです。イエス様と自分を比べたらですね、皆さん、自分の罪が見えるのではないでしょうか。大抵の人はですね、私はもうイエス様よりも、罪がないなんていう人はですね、いないんじゃないでしょうか。イエス様の方が、私より、罪があるなんていう人はいないのではないでしょうか。フロマージュさん、おはようございます。だんだん見えてきました。ですから、私たちは、十字架、今日の十字架こっちですか、ここに十字架があります、十字架を見てイエス様と自分を比べることができます。イエス様は罪がないにもかかわらず、罪人のために身代わりになってくださったそのイエス様と、人のせいにし、責任放棄し、責任転嫁をする自分と比べてみればいいのです。イエス様と自分と比べる、十字架を見るというのは、そういうことではないでしょうか。十字架を見上げるというのは、イエス様と自分と比べてどう違うか。イエス様と自分と比べてどう違うか。その時に、全ての人は、自分の罪が認識できるのではないでしょうか。ああ、私は本当に悪いことした、傲慢だった、神様に対して従わなかった、神を認めなかった、人に対して差別をした、悪意があった、嘘をついて自分の欲のために嘘をついた。私たちはやはりその自分の罪を認識したときに、ああと思うと思います。自分の罪が見えない、わからない、認めない、私は悪くない、私は悪いことしていない、私は正しい、そういう人結構多いですよ、皆さんね。私は悪いことしたことない、私は悪いことしたことがない、意外とそういう人が多いんです。それはですね、基準が違うんだと思いますね。どういう基準かというと、多くの場合はですね、自分が基準ですね。もし自分が基準ならですね、自分は罪がないんです。自分は自分ですからね。自分は自分の基準で生きてるなら、自分が基準ならば罪がないと思いませんか。自分の思うことが正しい、自分の考えが正しい、自分の価値観が正しいだとすればですね、罪がないという人は結局は自分を基準にしてるからではないでしょうか。そうですね、そこに罪があると言ったらいいでしょうか。自分に基準を自分に持つ、自分の考えを基準にする、そこに罪があると言ったらいいでしょう。例えば犯罪を犯した人がですね、それは私は正しいと思ったからやったんですとかね、私はそれは正しい、それは法律が間違いだ、ね、
私の考えのが正しいから、自分の考えでしたんだって言ったという人がいたとします。それは裁判では通用しませんね。裁判では自分の考えに従ったから正しいわけではない。法律に違反したらばそれは罪であるという、当たり前といえば当たり前ですが、ですから神様に対する罪も同じです。神様に対する罪も自分が正しくて、まあある意味ではですね、自分が正しいと言うならですね、自分が正しいというなら神が間違っているということになってしまいます。第一コリントにはそういうことが書いてあります。第一ヨハネです、ごめんなさい。第一ヨハネのですね、第一ヨハネ一章にこう書いてあります。ごめんなさい、まだ出てきてますね、すみません。ですね、一章十節、もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするのです。もし私は罪がないって言うならば、神を嘘つきと言うということですね。なぜかというと、神は人間には罪があると言ってるから、私は罪がないということは、神は嘘つき、神は嘘ついてるというですから皆さん、私は罪がないと言ってる人は神を嘘つきにしてるんだよということです。それから8節の方では、もし罪がないというなら私たちは自分を欺いている。本当はね、本当は自分に罪があると分かってるんです。本当は大体分かるでしょ、大体。ただ認めたくない、罪を認めたくないから罪がないというわけですね。ということは知ってて、まあ、大体罪って大体知ってる場合が多いでしょ。悪いと知っててやることが罪ですからね、まあ、知らないでやったことは罪とは言わないでしょ。間違えてやったり知らないでやった場合には罪と言わないで間違いとかね、まあ過失とか言いますけど、知っててやることが罪ですね。だから私は罪がないということは、罪あることを知ってて自分に嘘をついているということになります。事実はですね、事実は私たちに罪があるということです。ですから、まあ正直になるという意味でもあるかな。悔い改めるっていうのは嘘をつかないで正直になる、正直に罪を認める、正直に、ああ確かに私はもう嘘をついてました、ああ確かに私は知ってました、知ってて悪いことをしました、まあそういうですね、その正直になるということでしょうかね。メイチャさん、逆に悔い改めない人には必ず天罰が下ると信じてよいのでしょうか。そうです。結局神様の怒りは悔い改めない人に対して神の怒りが来るわけです。イエス様は最初に伝道した時に、悔い改めなさい、神の国が近づいた、悔い改めなさい、神の国が近づいたと伝道しました。つまり神様が人間に対して言う言葉は、悔い改めてイエス様を信じなさいということですね。悔い改めてイエス様を信じなさい。イエス・キリストを信じる理由、多くの人はですね、なぜイエス様を信じなきゃいけないのかと思います。多くの人はイエス・キリストを信じる理由を知らないとも言えるでしょう。イエス・キリストを信じる理由、それは罪が許されるためです。
悔い改めてイエス様を信じたら罪が許される。ここにこう書いてあります。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めてくださいます。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。正直になるなら、イエス様に向かって本当に自分の罪を認めるならば、許されるんです。清められるんです。なんと素晴らしいことでしょうか。なんと素晴らしいことでしょう。多くの人は自分の罪、人の罪で苦しみます。自分の罪、人の罪も苦しみますが、しかし神様の前に正直になって悔い改めてイエス様を信じれば、その罪が許され、清められ、そして罪や悪を除いてくださる、罪や悪を除いてくださると書いてあるんです。そしてそれは証があります、ね、証があります。悔い改めてイエス様を信じた人が本当に生まれ変わって悪いことをやめてくる、生まれ変わって、いい人になる、それがたくさんの証です。たくさんの証です。私もですね、イエス様を信じて変わりました、悪人から善人になったような感じですね。悪人から善人になります。誰でも、悪人がイエス様によって善人になります。フロマージュさん、私も少しですが変わりました。アメン。フロマージュさんも変わりました、まあ、誰でもね、悪人だとか罪人だとか言われたくないですよね。誰でも、そんな私は罪人じゃないよ、悪人じゃないよ、誰でも言いたいと思います。人間の基準、自分の基準とか人間の基準だったら罪人じゃないかもしれません、悪人じゃないかもしれません。しかし神様の基準で考える必要があるということです。つまり人間の基準では悔い改める必要はないとしても、神様の基準だと悔い改めなければならないということでですね、よくですね、私はどっちかというと車の運転とかバイクの運転はちょっと怪しいんですが、スピード違反とかね、一時停止違反とか駐車違反とかしますと、お巡りさんに切符を切られます。自分では、いや、もうこのぐらいもう違反じゃない、これちょっとやりすぎだ、ね、これはちょっと過剰に、もっとね、寛容にしてほしいとか思います、ね、お巡りさんの方が悪くて私の方が正しいんだと言いやすいです。でももちろんね、不法に違反にされちゃうこともなくはないでしょうけど、大抵の場合は自分がですね、傲慢で自分の基準だと正しいと、いうことが多いと思います。私も以前はですね、私はもうそんな違反していません、違反していませんと、お巡りさんに突っかかったこともあります。私たちは自分の基準で考えやすいです。でもイエス様の基準で考えましょう。イエス様の基準、私たちは本当に自分の基準では悔い改めないでしょう。しかしイエス様の基準だったら全ての人が悔い改めなければならないのではないでしょうか。
はい、それではですね、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、ああ本当に私は、罪を犯したということが罪を認識できた証。ああ私は本当に神の基準では汚れた罪深いものだということが分かった証。イエス様を信じて、ああ私は悔い改めて、罪を犯したものとして許されたい、許してほしいと思った証。イエス様を信じて、本当にイエス様、私は許されなければならない罪人だということが分かった証。スタート。悔い改めたら韓国に謝罪したいと思えるようになってきました。アメン。チュデロンさん、やはり日本人は過去の戦争犯罪を謝罪すべきでしょうか。もちろんです。モーカさん、私は罪人ですが、たくさんの罪を悔い改め、罪を許していただけるこんなにありがたいことはありません。イエス様の前で悔い改めなければ罪は許されません。アメン。アメン。そうです。モーカさん、罪を許していただけるこんなありがたいことはないんです。皆さん、そこがポイントです。罪が許されるんです、ね。罪が許されるんですから、こんなにありがたいことはないのです。十字架によって許されるんですから、こんなにありがたいことはないのです。カズさん、大丈夫ですよ。小さなコメントをこうやって見てるだけで、目が悪いというよりも字が小さいだけです。マカロンさん、罪人が罪を悔い改め、生きるために立ち返ることを望む。アメン。その通りです。神様は一人でも悔い改めて、神に立ち返ることを望んでおられるのです。そして、猶予しているのです。罪を猶予して、神様はすぐに裁かないで、執行猶予ですね。神様は全ての人に執行猶予をしているんです。足立さん、イエス様ほど寛容なお方は見たことも聞いたこともありません。アメン。ユウさん、過去変わってきた人たちや母を裁いたり憎んだり、いろんな罪を犯してきたことをイエス様にお許ししていただきたいです。これからはイエス様をお手本に生きていきたいと思います。アメン。アメン。フロマージさん、おまわりさんに切れて見逃してもらったことがあります。でもそれは違います。そうですか。おまわりさんに切れたら見逃してもらったんですね。ミミさん、ハレリア。やさぐれさん、おはようございます。字のサイズを大きくできます。あ、そうですか。変えなきゃダメですよね、字のサイズは。笹林さん、おはようございます。ギャオムさん、おはようございます。
さつきさん、おはようございます。はい、ありがとうございました。それではですね、ファイナルメッセージしましょう。ファイナルメッセージです。やさぐれさん、アダムとエヴァはなぜ禁断のリンゴを食べたんですか。そこはですね、すごく難しいことですね。難しいです。なぜ食べたか。まあ神様は、まあ、全ての人をテストしているわけですね、テストしています。アダムとエヴァは神様の言うことを聞くかどうかテストしています。私たちはイエス様を信じるか信じないかテストしているんですね。神様は全ての人にチャンスを与えます。チャンスを与えます。神様に対してどのように反応するか、どのように反応するか、神様は全ての人にチャンスを与えています。ぼっちさん、あれはですね、ある福音派のグループの人たちが伝道している文字ですね。黒い板に黄色い文字で書かれた、まあ、伝道のための看板です。皆さん、一人一人の人間にとっても、またこの社会、この世界にとって何が大事かということです。何が大事かということです。イエス様がおっしゃっているのは、イエス様がこの地上に来たのは人々を救いに来た、人々を悔い改めに、人々が悔い改めるように来たということです。救いに来たということです。そしてイエス様が十字架にかかったのは、誰でも信仰を持って十字架を見上げると、十字架を持って、ごめんなさい、信仰を持って十字架を見上げると、罪が分かり、自分の罪が分かり、悔い改めるようになるということですね。ぜひ皆さんがまず十字架を見上げる、イエス様を見上げるということが最初なんです。十字架を見上げたときに自分の罪が見えてきます。まあ一回二回見上げてもすぐわからないかもしれません。しかし、十字架を見て、私の罪のためにイエス様が死んでくださったということを聞いたときに、私の罪、私には罪があったんだろうか、罪とは何だろうか、私のどこが罪なんだ、何も悪いことをしていない、犯罪も犯していない、私はいい人だ、多くの人はそう反応します。特に日本人はですね、まあ、善良な人が多いですから、日本人は意外と、まあ、道徳心がある人が多いですから、罪と言われてもですね、自分の基準だと罪が見えないんです。どうして日本人にクリスチャンが少ないか、それは善良すぎるからではないかでしょうか。イエス様もおっしゃいました、売春婦とか修善人の方が神の国に近い、つまり罪を犯す人の方が罪が分かる、ヤクザの人とか犯罪者の方が罪が分かります。ですから彼らの方が救われやすいんですね。善良な人ほど救われない、これは先のものが後になり後のものが先になるという、神様の知恵です。さつきさん、はい、どんな相談もしますよ、どんな相談もします。ですからこの日本にクリスチャンが少ないというのも、
仕方ないことかもしれません。しかし、最後の最後、最後の最後、終わりの時代の最後の最後に、日本人は救われると思います。何時から何時まで受け付けていますか。ですね、まあ、曜日によって違うんですが、まあ、放送の後、ちょっと時間が空いてます。モーカさん、私もイエス様を知る以前は、法的に罪を犯してない、人を殺していないから大丈夫だと勘違いしていました。恥ずかしいです。いや、それは誰でもそうですね。誰でも罪なんか犯してない。私を罪人と言わないでほしい。それはもう、何でしょうか。名誉毀損だ。名誉毀損だって思います。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、なんとなく罪というのが見えてきた。なんとなく、薄々罪とかなと思ってきたけど、自分の基準では、自分はいい人だと思ってた。自分の基準だと人と比べたら、自分はマシの方だと思ってたけど、自分の基準で見てはいけないのだ。神様の基準。特にイエス様と比べて。イエス様と比べて、ああ、私はもう、全然比べようがないほど、罪があるということが分かってきた。イエス様は全く罪のない方。イエス様は全く罪のない方。しかし私は罪だらけ。真っ黒クロスケ。もう嘘もつくし、悪態もつくし、不満も言うし、全く罪があることが見えてきた。だんだん見えてきた。だんだん自分の罪が見えてきた。ああ、私は許されるべきだ。許されなければならない。イエス様、どうぞ私の罪を許してください。あなたの血潮で、清めてください。私の心を清めてください。そのように減り下って、悔い改めて、イエス様を信じる人、イエス様を信じて、罪を許してほしい方、アメンと言ってください。アメン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 。太郎さん、今日放送を聞いてキリスト教が大好きになりました。アメン。アメン。アメン。天の父様、感謝します。来週の水曜日はヨムキプールです。救いの日です。救いの日です。多くのイスラエルの人たちは今悔い改めてます。しかしイエス様を信じてないので罪が許されることはありません。どうぞ彼らが悔い改めるならば、イエス様しか救いがないんだ、イエス様しか救いがないんだということに気づくことができますように。そしてまた、アーメンといった方々の罪を許してください。罪が分かりました。あなたと比べて、十字架を見上げて、自分の罪が分かりました。どうぞ彼の罪があなたの血潮で許されますように。あなたの血によって、許されますように。清めてください。私たちの言動を清めてください。私たちの心の隅々、隅から隅まで、隅から隅まで清めてください。私たちの心の汚れ、悪、悪い心、清めてください。もう徹底的に、徹底的に、徹底的に悔い改めます。
徹底的に清めてください。イエス様、それがあなたの御心です。あなたの御心、そのための十字架です。私たちの心を隅々まで清めてください。洗い流してください。そして私たちが罪のない生き方ができますように、罪のない生き方ができますように、どうぞイエス様、絶えず悔い改めて、絶えず悔い改めて清さを全うすることができますように、あなたのように、あなたのように清くなっていきますように、どうぞ、リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。清めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、ぜひ、霊的に清くなったと信じましょう。霊的に許されたと信じましょう。イエス様によって許された、罪が許された、これから清くなるんだ。いっぺんには清くならないかもしれません。でも清くなるという生き方、清くなるという方向、清くなるという希望を持ちましょう。神の子として素晴らしい、素晴らしいものになると信じましょう。そしてもっともっと、もっともっとイエス様のために前向きに歩もうと決心しましょう。ネガティブを捨ててください。希望に満ち溢れましょう。素晴らしい希望があります、素晴らしい希望があります。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム、ありがとうございました。